イッチ夏のレイドキャンペーン開催中。期間中、バーチャルeゲーマーの配信を視聴し、レイドで飛ばされると。うまいこといけば、バーチャルeゲーマーが GoPro をもらえる。スイッチとかスニーカーもかなり欲しい。スニーカー、履いたことないので。まあ。はい。本日はですね。川魚です。なんか、ガサガサしてたら網に一匹、入り込んできたんですよ。川魚の、一枚の。それで、なんやかんやでメダカが2匹泳いでるだけになっちゃった水槽に、入れてみたんですけど。これが可愛い。バーチャルeゲーマー、色鮮やかな魚よりかは、その辺の川にいるやつが好きで。概して茶色の、一見するとそっけない体色がたまに見せる、反射光の鮮やかさみたいな。そういうところの風流さが心地よく、魚を眺めていたいぜみたいな、好みがあります。なので、メダカも色とりどりなのよりは、黒メダカ派だったんですけど。川魚、随分いいです。動きが素早くてダイナミックだし、体表の光沢感が強くて、反射の色合いを楽しめるし。見ていて飽きないアイドル性があります。いいですね。水槽投入にあたり、外掛けフィルタなので水流はクリアとして、あとは水温がどうかな。と懸念があったのですが。今のところ極めて元気ですし、餌も食べまくっています。あとは、これから暑くなる時期に、室温が上がりすぎないよう、気をつければいいかな。という感じです。それにしても、何の魚なんですかね？油早かな。と思ったけど、口の形が違う気がするし。カワムツなのかな？全くわからん。まあ。今後の展開に、注目していきましょう。バーチャルeゲーマーの、水槽日記チャンネル。次回も見てねー。